こんばんは。XXU さん、こんばんは、ママさん。スージーさん、こんばんは。ユーハローヤさん、こんばんは。さやかさん、みゆきさん、こんばんは。あ、みゆきさん、こんばんは。さやかさん、こんばんは。いつもありがとうございます。ヨシさん、こんばんは。リュウさん、こんばんは。パモさん、こんばんは。日曜日の夜に、夜だというのにまたやってしもうたライブ。ちょっとね、今日爆笑ニュースがあったから、爆笑ニュースっていうか、私の中で一日中笑えた 出来事があったんで、それをちょっと伝えたいですわ。ああ、死ぬ祭り。え、よしさん、こんばんは。ありがとう。ローリー・ケンズリーさん、こんばんは。52さん、ダダ14、おはイェイさん、こんばんは。さっさがさ。あ、折り紙しながら見てます。折り紙楽しそう。なんかさ、なんか BGM 感覚でも適当に聞き流しで、気安く聞いてください。なんかここ私最近自分のライブ動画を、反省会も兼ねて、後で聞いてるんですけど、なんか説教臭いなとか、一人でバーって喋って聞いてる人どんな顔して聞いてくださってるかなとか、ちょっと不安になりますよ。ごめんなさいね。オリーブさん、こんばんは。ユミさん、こんばんは。オリーブさん、こんばんは。今日はね、一日ミシンをしてました。一日ミシン、ずーっとミシンをしてました。やん、オリーブさんこそ毎日お疲れ様です。 そう、何から言おうかな。今日言いたいことが山ほどある、山ほどあるけど、大したことじゃないの。全部が大したことじゃないっていうか、今日はただ私が思ったことを、ほら、報告したいとか、伝えたいとか、相談したいとかじゃなくって、ベラベラ喋りたい。みんなと。ああ。なんかね、今日一日、型紙を、ちゃんとした PDF ファイルにして、配信しましたって、インスタに投稿したら、ありがたいことにたくさんの方からダウンロードしましたとか、ありがとうございますとか、型紙プリントアウトしましたとか、本当にメッセージとかいただいてしまって、ありがとうございますを言わないといけないのは私の方ですよ。本当ダウンロードしてくださって、ありがとうございます。ほんと作ってみたいと思ってくださってありがとうございます。なんか知人のいつも見てるインスタから飛んできましたとか、なんか皆さんがつないでいたくださってるこのご縁、お礼を言わないといけないのは私の方です。本当に。でもなんかありがたいことに、ここ数日たくさんの方からありがとう、ありがとうっていう言葉をいただいて、違う違う、ありがとうは私です。本当に、ありがとうございます。あ、来た！ STMMK2 さん、こんばんは。ふみふみさん。あ、ロコタン来た！ ふうふうだよ。アルマさん。あ、キヒカさんや。キヒカさーん。まさきさんもや。おー。こんばんは。すっぴんだよ。あ、ちょっとお伝えしたいことあるかな。お伝えしたいことあったわ。ね、これが一番今日の爆笑事件。もったいぶんなって。私、このライブ動画の、ライブ動画が終了すると、皆さんされたことあるかな？ライブ動画。
あ、キークさんすっぴんだよ。もういいの、いいの。もういろいろ剥がれたわ、化けの皮が。このね、ライブ動画終わった時に、保存しますかしませんかっていうのが出たりとか、で、その後に、これをインスタの、ストーリーに載せますか載せませんかみたいになるんですよ。で、なった時に、いつも私は保存、なんかこのライブ動画で皆さんとこのやりとりをしたことが、いつかすごい自分の宝物になるかもしれないと思って、毎回保存をして、それでそれをインスタのストーリーに上げてるんです。で、それがもうありがたいことに毎日毎日ライブをさせていただいて 毎日毎日保存をさせていただいてたら、私のスマホのストレージが60分、30分、なんか1時間半ぐらいの動画を毎日毎日保存しているような状態で ストレージが死にかけたので、このデータをどっかに置きたいなって、この60分っていう動画のデータをどっかに置きたいなって思って、インスタのストーリーにあげるんですけど、ありがたいことにそのストーリーを、このほら24時間だけそのインスタのストーリーでこのライブ配信の内容を見れるんですけど、ありがたいことに結構な人がまた見てくださったりしてるんですね。だからこのライブがほら24時間で消えてしまうのがもったいないから、どっかに置けないかなと思って、とっさに思いついたのが YouTube で、 YouTube に動画を生まれて初めてちょっとアップロードしてみたんですね。 でもなんかストレージがと思って、慌ててその YouTube にアップロードして、はぁ、60分の動画をアップロードするってなかなかですね。そういうのをしてたんですけど、その、なんていうの、保存したいために、どっかに置いときたいために、そういうことをしてみたら、よく考えたら私、YouTuber やん、みたいな っていうことを、ロコタンさんと爆笑したんです。あ、リュウジさん、こんばんは。アーズリバーさん、ありがとうございます。今日本当にめっちゃ嬉しかったです。マスクめっちゃおしゃれやった。ミカさんも、リュウイチさんも、フングステーション、フングサーソン、BP さんも、クミダさんも ありがとうございます。マーチさんも、5820さんも ほんで、YouTube に、ちょっと、なんていうの、動画をちょっと置いときたいだけのために、動画をアップロードしたつもりが、なんか、なんか作り方の動画もあげようかなとか、なんかちょっともういっぱい動画を最近撮ったんで、バックアップ的な意味合いも兼ねて、作り方とか型紙の作り方、マスクの作り方、マスクのこだわりみたいな動画はもう上げちゃえ上げちゃえ、バックアップやと思って、上げようと思った時にちょっと思ったのが、作り方とか型紙の組み立て方の動画って、これインスタグラムの、機能に合わせて私作ったんですね。たらインスタグラムは写真も動画も10枚しか1つの投稿に置けなくて、んでその動画を10枚置いたところで、1つの動画が1分未満にならしないと切れる。それを私、本当にもう何テイクしたよっていうぐらい、1分以内で1回1回の動画を切るような撮影の仕方をして、インスタ用にしたので、なんか皆さん動画見てすごい分かりやすかったです、動画見てすごい作れました、動画が見やすかったですって言ってくださるけど、よう考えたらインスタの皆さんどうやって見てくださったの？だって一つの工程ごとにこれでしょ？で、これ1個したら途中で止めたくても止められないし、今ここちょっとストップとか、どうやったそれとか、そこよく見たいけどちょっとストップができないけど、そういうなんか、もともとインスタがそういうツールではないので、私が使い方がおかしいんですけど、そんな、なんか環境の悪い中で動画見ました、動画見ました、動画見て作りましたって、皆さん本当に私もっと早く気づかなあかんかった。
YouTube の動画に上げたら見やすいですよね。途中で止められるし、言うたらもっと大きい画面で見れるかもしれないし、1分で切れなくても一続きにつながってたら見やすいんじゃないかなとか、そういうことを思って、今日ちょっと私の、YouTube チャンネル、アーズリバーさん、すべてスクショで保存したよ。ごめん。そうさせると思ったんだよ。大変だったですよね。ごめんなさい。で、気が利かなくて、本当。ほんで、YouTube に、その1分ごとに切ってしまってる動画をつなげて、ルイチさん、もう YouTuber ですね。フェルトで検索したら出てきます？ちょっと、だからその話を、じゃ、ここからが一番面白い。とりあえず簡単に言うと、型紙の組み立て方、マスクの作り方、あとこのマスクのこだわりポイントはこれですっていう、この3つの動画を1分ごとに切って話していたのは、私なんかアプリでその切れてた動画を全部つなげますっていうアプリを見つけたので、人生で初めて動画を分割することはあったんですけど、動画をつなげるっていう作業、人生で初めて今日やって、でそれを1分ごとに切れてた動画をくっつけて、1つの動画にして、それを YouTube に上げたんです。そしたら見やすい、やっぱり見やすい。だし、私たちはやっぱり動画を YouTube で見慣れているので、馴染むっていうのをしましたって、今日か明日か言うんですけど、私は。けどね、ちょっと誰か、これなんな？ちょっと教えてほしいんですけど、ライブってこう1回出たらまた入ってこれますか？分からんけど、YouTube でベルトで検索したら出てきますわ。そしたらね、このライブ動画の私のバックアップしたいと思って、その60分とかの長い動画の、ログももちろん一緒に YouTube に上げてあるんですけど、それの それのね スクショっていうんかな、ほら、動画の一番面画面ってわかる？クリックする前の面画面、ドアのスクショ画面、サムネイルっていうんかな、サムネイルか、かね、死んでる、私。ちょ、誰か見てきて、マジで笑えるよ。あと、これが一日今日ずっと面白くて 私の このライブ動画のバックアップの動画のサムネイルが死んで、めっちゃ面 私白目向いてますかみたいなところ でもなんかそんな YouTuber の人みたいに、面画面をかっこいい画面にするみたいな、そんな能力は私じゃないので、ただ上げただけで、一番最初の顔が私も もう涙出るぐらい相当不細工で笑いますよ。もうだって、今日もこんな部屋着だし。っていう話でした。でも、一応 笑えるんで、ちょっと笑ってきて、みんな。もう今日は笑おう。このフェルトのトップ画面の、フェルトのトップ画面のこのほら、いつものこのリンクのところ押してもらったら、これ、フェルトのリンクばっかりページになるんですけど、光るな、こうね、これ、このページがちょっと新しくなったよ。これが型紙のダウンロード、これがほら、組み立ての仕方、これが、作り方で、これが、マスクの説明ね。上からこうアクセスしやすくしました。もうこの下は私のインスタグラムとか、Facebook とかどうでもいいよって思ったから、どうでもよくないけど、ラクマとかのリンクで、今はちょっとマスクのアクセスがしやすいように上に持ってきてるんですけど、その中で見て、ここ、ちょっと嬉しくない？これ、 YouTube テルトチャンネル
そう、YouTuber になりまして、わーい。でもね、そのマジでサムネイル見てきて相当笑えるよ。あ、ポンポンさん、こんばんは。ちょっと待って、だいぶ流れたわ、いろんなことが。おーっと、リンコさんも、リーコさんか。しーちゃん、しーちゃん、こんばんは。0UD7481438R256N さんもこんばんは。SKKOT さんもこんばんは。森上さん、たーたーらりてやさん、なおみさん、ぽんぽんさん、みつこ、川口さん、こんばんは。今話してたのは、あ、作ってる？ありがとう。ちょっと待って。アーズリバーさん、YouTube 見てみました。ちょ、笑ったでしょ。ねえ、そっとじじゃない？ちょ、私これ。ちょ、開いて、はいはい、ペルトさん、どんなサムネになったの？プププププ、閉じる、みたいな。笑っていいよ。これは今日一日私相当自分の中でヒット、もう一日笑う。ちょっとポンポンさん、もういい、もう恥ずかしいから。でもちょっと見てきて、マジ笑える。今日一日の終わり多分一番笑える。 あ、作り方とかは私見やすくなったと思うね。あずさん、アズリバーさんね、ほんと見やすく作りやすそうって。そうそう、やっぱつなげたら好きなところで止められるので、あ、ちょっとストップ、そこ見たいとかね、それはできると思う。ただ、このゆ、あのこの、このライブ動画のただのバックアップのが動画が いあの面画面っていうの、サムネイルのか、私の顔が毎回毎回必死こいてて、最初の方はもうちょっと白目向いてるやつとかあるよ。あー、おかしい。ちょっと待って、みんな静かになったけど、もうみんな引いたんかな。はあ、疲れた。ああ、今日は一日これでじわじわ、なんかね、私も今日すんごい量作ってて、これ見て、ポケット祭り、外の祭り、見てこれ、黄色だけでこの量よ。っていうのをしながら、縫いながらじわじわまた自分の顔がウケると思って、またじわじわ笑って、今日の夜絶対みんなに言おうと思って。笑えるよ。ただね、この、ライブ動画も、隆一さん見たよ、いい感じですよ、ありがとう。やっぱ男の人は女性に対してプププとは言わないわ、ごめん。恥ずかしい。そう、でも、このなんていうんかな、この一番最初のライブ動画とかも皆さんは見ることができなくなるじゃないですか、24時間過ぎると。ルイチさん、不思議な間がありますけど、そうなの。こういうのを YouTuber の人とか上手に多分編集してるんだね。YouTube でないわ、違う。インスタライブしたことある方いらっしゃるかわからないですけど、そう、インスタライブを始めるってしたら、下にフォロワーさんに、あなたがインスタライブを始めたことを今お知らせをしていますみたいなのがこう出るんですよ。で、私は、ああ、今知らせてくれてるんだと。チョキヒカさん、YouTube 検索して見てみろ。やめとけ。相当笑えるよ。多分キヒカさんは死ぬほど笑って、もう まあ、笑ってきて、マジで。私の YouTuber のサムネが死ぬほど笑える。顔見て、顔、顔。ケルはみゆきさん、あ、セブンテイルズこんばんは。のりこさんもいつもありがとう。ちょ、待って、キイカさん見た？ちょ、笑ったよ、もう笑った。でもなんか、ほら、いっぱい喋ったでしょ、私がその、このマスクに対する思いとか、そういうのを、もう一回聞きたかったなとか、誰かに、これ、なんかフェルトさんこういうふうに言っとったの、あれ見てごらんとかできてもいいかと思って、まあそんな方いらっしゃるかわからないですけど、もう一回聞こうかなとか思ってくださる方がいたら、
ね、60分ってすっごい長いですけど、そう、なんかほら、手仕事してる時の BGM 代わりによかったら、サムネの顔だけ見て笑って、あとは私の顔とか見なくても、話している内容はほぼほぼ、画面見てなくても分かりますわ。そう、よかったら見てください。でもね、すごいよ、みんなすごいね。私、誰にも言ってないのに、なんか、チャンネル登録者が6人いた。やったユーチューバー見てる6人の人 いい、もうなんかチャンネル登録者なんてそんないらないんですよ。少ない方がいいかなって逆に思う。登録しない方がいいと思う。なんか多分登録者数がある程度の数に行くと、なんかもう広告とかついてわけわからんくなるから、私の YouTube のチャンネル、ベルトチャンネルは細々と必要な人だけにこう動画の、閲覧のツールとして見ていただけたらいいなと思って、やっぱり動画を見るのは YouTube のツールが一番便利。インスタはちょっと向いてないね。難しいなって私も思いました。そう、ちょっと待って キリカさんも寝なよ。ミシンしてるんかな 私のこのマスクを相談させていただいた私にとっての尊敬すべき大先輩、クラフトキリカさん、よかったらフォローしてください。本当に素敵な人ですよ、もうマジで。こんな、すっごい私にとって憧れの人とこんな仲良くさせてもらえるなんていうのは本当にありがたいんですよ。そう、なんか笑われたみたいだけど、次絶対キイカさん死ぬほど笑っとるで。あけみさんこんばんは。おちょくちゃ、おちょかさんこんばんは。あきさんこんばんは。マスク爆縫い中です。ありがとう。見て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 、私もなかなかやらかしてるよ。ほら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 、マスク祭りだよ。今ね、外布の100は塗った。内ポケットは、まだこんだけ、40か50はない、40かな、っていうとこまで来ました。チャーさんこんばんは。アスカさんもこんばんは。キヒカさん、照れる。ちょ、キヒカさんもさ、私のチャンネル出てよ。二 人で、すっぴんで。ちょっと私のさ、サムネの顔相当笑います。あのね、日付順に初めてのインスタライブから、こう日付順にこう多分あると思うけど、一番下に行けば行くほど笑いがこみ上げても もうね あ、次回出るキイカさん、一緒に出る YouTuber になるの 一緒になる いいよ、一緒にしましょう。で、なんかその YouTube の話、ちょっとじわじわ私途中で多分笑えるけど、純子さんありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そう、YouTube を作ってみました。ほんで、このフェルトの、インスタのページからアクセスできるように、その YouTube も、すべてこの、フェルトのここの、こういうとこみんなクリックする？私、してもらえるかわからないけど、インスタってさ、このリンク機能がやっぱりさ、ねえ、乏しいシステム。どうしてだろう。なんか難しいよね。本文にリンク書いても飛べないし、ねえ、この HTTP からさ、一文字ずつ打つのって絶対今の時代おかしいよ。って思うけど、そういうシステムなんで、ここのリンクトリーっていうところの、ここを常にクリックしたら、なんかいろいろ便利なところに飛べるように、いつも私ちょこちょこ変えていくかもしれないし、変えないかもしれないけど、今んとこその私の持っている、フェルトが持っているコンテンツの全てはそこに書いていますので、なんか見たいとかあったら、フェルトチャンネルも来てねー。でもな、この今日のこれもあげるからね。ああ、ウケる。よし、じゃあ話そうかな。もうキイカさん寝なよ。そう。
そうそう、あのね、何が知りたい？今日な、今日あの作り、私が初めてこのマスクを発表したときは、1日目、一番最初は欲しい、欲しい、欲しいがすごく来ました。欲しい、欲しいが鬼ほど来た。で、私が助けてください、間に合いませんっていうのをあげると、作ってみます、作ってみます、作ってみますがすごく来た。ね、その後私が、型紙公開して、これで作り方も公開して、その後に、みんなで頑張って売ってください、お願いしますって言ったら、そしたら、やっと今日かな、昨日今日でできましたが結構多くて、で今日また新たに綺麗な型紙をあげると、作ってみます、できましたが、わーっていろんな報告が来たんですけど、その中で、やっぱりいろんなレビューっていうかさ、いっぱいもらった。ちょっと待って。まさきさん、YouTuber 見てきた。ありがとう、YouTuber。マスク顔のババアが乗ってるわ。ああ、おかしい。そう。ねえ、なんか、そんな中でね、私の知らなかったレビューっていうか、眼鏡が曇らないですっていうのが多い。眼鏡が曇らないらしい。これが1人や2人じゃないんですよ。結構多い。眼鏡が曇らないです。あ、そうなん？ キリカさん、ペルと時々言葉が悪くなる時があるよ。お上品にね。おやすみなさいませ、お姉さま。気をつけます。いやさ、でも、キヒカさんもそんな知ってらっしゃると思うかもしれない、わからないですけど、私、あんまり裏と表のある性格ではないですわ、多分。裏表は多分あんまりない。いつもこのまんまなんです。いつもこのまんま。ほら、見てもボサボサだよ。今日眉毛もないよ。本当にすっぴんでもう死んだ。いつもこのまんまです。裏も表も、あんまりそういう性格じゃないんです、もともとが。その裏も表もない。その代わりね、落ち込むときは落ち込むし、へこむときはへこむし、今日は YouTuber で死ぬほど笑った一日だし、多分浮き沈みがそのまま出ると思いますが、よかったらお付き合いください。 そう。で、眼鏡が曇らないが多い。で、ありがたいことに、旦那さんにあげたら気に入ってもらえましたとか、やっぱほら、旦那さんが毎日仕事に行かなきゃいけないとかが多いんでしょうね。主人に作りました、子供に作りましたとか、やっぱ家族の方に作ってくださる方がたくさん。と同時に、これ2つに分かれるの、作りましたの人のお話が。作りました、家族に作ろうと思います、だけど、ペルトさんが言うように、販売は要しません、そんな私にはできないですけど、ごめんなさいって言ってくださる方と、販売はいつもしてるんですけど、フェルトさんのこのマスク、私も売ってもいいですか？っていう方と、この二極化っていうか、この問い合わせが今日はすごく、問い合わせとか報告？問い合わせが結構多かったんですよ。ツツベルさん、こんばんは。H キット、ギャラリーさんかな？こんばんは。ジュンコさん、こんばんは。こんにちは。そうで、違う違う、まずね、家族の分しか作れなくてごめんなさいっていう方には、私言いたいのは違うよ。私はそれありがとう。だって、あなたが作ってくれたおかげで、あなたが家族の分揃えたいなって思った分のマスクを私が作らなくて済みました。そうでしょ？だから、売らなくても、あなたは1個作ってくれた時点で、私が作らないといけない1個を減らしてくれたんです。そういうこと。ね？ほいで、あなたが1つ作ってみて、ああ、じゃあ家族の分全部作ろうとか、ね、大切な人に作ってあげようっていうのは、きっと私のお店で販売してたら、そんな買わなかった、そんなに買わなかったと思われるマスクを、
あなたが作ることによって広げてくださってると思う。だからその売らない売れないそんだけど、あのごめんなさいなんて言わないでください。十分助けていただいてますのでありがとうございますと同時に、あのまた別のこっち、あのお店屋さんしてますけど、フェルトさんの作品作って売ってもいいんですかって言ってくださる方、本当にありがとうございます。あのね、なんか人が公開している型紙をこんなにお祭り騒ぎで無料ですイエイイエイってやってるものをね、作って自分が売ろうって思ってくださることはありがたい、ありがたい。だってね、私やっぱこういうほらハンドメイドの作家さんでいろんなマスクをもうすでに作ってらっしゃった方が、私のこの型紙を知ってこのマスクを縫おうって思って、フェルトさんのマスクを、今まで実はマスクは売ってたんだけど、作ってだけどフェルトさんのこのマスクを縫うって決めたから、これからはこれを縫うんでこれを売ってもいいですか、型紙ももちろん配りますなんて言ってくださる方がいて、型紙配らなくていいよ、あなたが売ればいいと思いながらも、やっぱりね、ありがとう、ありがとう。なかなかやっぱりなんていうかな、やっぱり作家さんっていうのはやっぱりそれぞれに色があるっていうかね、自分らしさとかそういうの表現そのものだと思うの。お店っていうのはそういうところにこういう別の作家が発表しているものをそのまま縫って、そのコンセプトもそのまま受け継いで、そのままそれを販売するっていうことは、その作家さんのプライドとしては許されないことなんじゃないのって思うよ。だってその作家さんは今までその作家さんなりに気づいてきたものがあると思うし、それをちょっと取っ払ってでもこれを作るからこれを私も売ってもいいですかなんて私に聞いてくれるってどういうこと、どんだけハートフルなんだろうって私は思います。ありがとう。あのそんなあのね、聞いていただかなくてもどんどん売ってください。あのこのポケットにマスクやフィルター効果のあるものを入れて使ってください。これだけ伝えて販売していただけるなら、あの金額だって売り方だってあのお任せしますんで、あの断らなくてもいいです、ベルトがとか言わなくてもいいですよってあの言うと、あのペルトさんの型紙をダウンロードした時についていた説明書きも一緒に添えさせてもらおうと思っていますとかって言ってくださって、もうどんだけあったかいんやろって思いました。ありがとう、本当にありがとうございます。だからできましたの方々が1個や2個ね、それが3個4個ってなってきてくるのもありがたい。とか1個作るのに2時間かかりましたがなんとか形になりましたっておっしゃってくださる方もいて、なんかそういうのもねありがたいよ。だってさ、2時間もかかるかけてね、注いだ愛情は深い。あの私も初めての1個目はまあ失敗したし、でガーゼがもったいないと思ったんで、失敗して手順間違ったとか、あこれよりこっちを先に塗った方が容量いいとか思った時に、あの全部毎回ほどきました。もうガーゼがもったいないから試作に使うガーゼは1セット分って決めてたんで、失敗したら毎回ほどいたのミシンの縫い目を。たらさ、このガーゼの生地って多分失敗した人いたらわかると思うんですけど、ガーゼの生地を縫ったのをほどくってミシンね、すごい大変、めんどくさい、もなんかっていうのを何回もほどいて縫って間違った、何回もほどいて縫って間違ったっていうのは、私だって伝わらんけど、いや私もすごく繰り返してのこれに至ったのでね、2時間もかけてかかってしまったけど1個はできたっていうその人のね気持ち、すごいわかる、すごいわかるよ。ありがとう、本当にありがとうございます、ありがたよ。ななみさん、今度富山いつ来てくださいますか。それな行きたいんだけどわからない。
今のとこちょっとはっきりとは言えないので、また決まったらでお知らせさせてもらおうかな。ごめんなさいね、ななみさん、ありがとうございます。また富山で会いましょう。富山行くよ。富山好きだもん、めっちゃ。もう覚えたよ、富山だいぶ。 そう、ん？テリコさん、いらっしゃいませ。こんばんは。あ、ロコだ。私もさっきほどきました。なみさん、ごめんな。本当にごめん。でも、富山はもう、またいつか行かせていただきます。また会えますように。 うん、会いましょう。だから早く日常を取り戻す。みんなで。ね？みんなで取り戻したら、また会える。安心してね。そのためにこれをさっさと広げて、さっさとみんなで移らない。感染しない。感染者を増やさない。もうコロナは終わりってさ、早くしちゃおう。みんなで。もうこんな非日常はいつまでも続けるもんじゃない。そのためには感染予防の意識を高めましょう。ね、それを伝えるお手伝いをどうかどうかしてください。私も富山にも行きたいし、本当は山口にも行きたかった、高松にも行きたかった。福井の産業会館なんてむっちゃ楽しみにしてたんですよ。あとは、雑貨時間もそうだし、富山ね。まだわからない。どうなるか。そう。もう、早く日常を取り戻そう、みんなで。何？ケイさん、こんばんは。ヒロさんも。あ、ケイコさん、こんばんは。オリーブさん、本当ですね。今回、毎日のライブ配信を視聴させてもらい、ペルトさんや皆さんの温かさを知りました。コロナは大変だったけど、みんながつながってると感じました。私の方がそれを思ってるの。本当に。恵子さん、こんばんは。私ね、初めて今回、インスタライブをした時の自分の顔。自分の顔。みんなも見て、私の顔。不安いっぱい。でも、もうちょっと泣いてるし、ごめん。今回のこれで、助けてくださいがいっぱい来て、私一人には、到底どうにもできないって思った時に、私すごく後悔した、今までのこと。助けてくださいって、私も助けてくださいになった、誰か手助けしてくださいってなった時に、私誰に頼んだらいいのかが分からなかったんです。誰か私と一緒にこれを縫ってくれる人を募るってなった時に、私ね、今までね、もうご存知の方も多いと思うし、この皆さんもきっと思ってらっしゃったと思うけど、イベントとかでね、私あんまり自分のブースから出ないんですよ。搬入も遅いし、搬出も遅いから、で、お店、ずっと一人で行くことが多いんで、あんまり自分のブースから出ずにいるので、いろんな作家さんとかとの交流みたいなのを、私は別に拒否してるわけではないんですけど、ほら、人見知りだし、私。でもなんか知ってらっしゃる方とか、分かってらっしゃる方とか、一緒にご一緒させていただいた方とかはきっと、あ、本当そうだよね、ベルトさんってそうだよねって思ってくださるかもしれないけど、私あんまり自分のブースから動かないので、すごくそれを悔やんだ。もっと、なんていうのかな、作家さんとつながりをもっといっぱい持っていれば、ちょっとその人に言ってとか、ね、できたのにとか。そう、ほんで、インスタだってそうだよ。たくさんの方にフォローになっていただいてる。たくさんの方に毎回いいねを押していただいてるのに、私その一人一人の方のところに行ってお礼を言うとか、そういうことはあまりせずに、もう、突き進んできてしまっていたので、そうでしょう、私。だから、自分が困った時に、誰に救いの手を差し伸べてもらったらいいか、誰のところに駆け込んだらいいか。ちょっと待って、ロコタンさん、どこが人見知りなんだよ。つまさきさんも人見知り、突っ込むなって。人見知りです、私。さっきキイカさんに上品にって言われたから。上品に行くよ。さやかさん、菊池さん、私も雑貨時間でペルトのファンになりました。
こんな考え方してる人いるんだって共感できた。ちなみに富山県民です。嘘、嬉しい、ありがとう。だからさ、雑貨時間とかさ、もう私本当にな、田舎から出てきた、私本当借りてきた猫状態でしょ。もうキョロキョロ、はあ、雑貨時間にいるんだよ私、すごくないみたいな、もう挙動不審でしょいつも、はあ、もう人見知り人見知りって自分で言ったわ。そう、でもね、富山のお客さんはあったかい、いつもいつも思います。またまたさやかさんをね、富山行けることがあったら、うん、会おう、楽しみしてる。そう、なんかもう人見知りは突っ込まれるから、もう進まないと人見知り、ちょっと待って、キヒカさんまだ起きてたし、目が覚めるようなこと言わないで寝れんくなった。何それ、ちょっと寝なさいよお姉さんさやかさん、私も引っ込み思案です。ほら見てやん。でも会いましょうね。うん、あのなんかこの話をしたかったの今日。あのさ、なんか私ね、今回これをお願いしたら、私のインスタのフォロワーさんっていうのはお客さんだったり地元の友達だったり、まあ、学生時代の友達だったり、今福井のママ友だったり、子供がお世話になった園とかの先生方とかだったり、こうプライベートな中プラスお客さんとか、あと、 あの、お店屋さんのお友達、一緒に出店したりとかしてお友達とか、あとはね、なんかこの辺がちょっと、あの、いろんな作家さん、ハンドメイドのいろんな作家さんとか、ちょっと分類が分からん人とかが、分類が分からん人っていうか、どういうつもりで私のフォローをしてくださってるのかな、ありがたいなって。でも人見知りをしてるので、なんか自分からフォローをいただいてもわーっていけない性格なんですよ。で、なんかひっそりとありがとうって思いながら いてたので、今回これをお願いしたら、いろんな遠方の人たちが協力してくれてるんですね。だからなんか、まあ、また仲良くしてる友達も作るって言って作ってくれてたりとか、あとは、まあ、地元の友達もだし、作家さんのお友達も、なんか仲良くさせていただいている作家さんのお友達もそうだし、でお客さんもそうなんだよ。お客さんも私も作っていますとかね、だし私がお会いしたことないと思われるいろんな地方地域の作家さん、ハンドメイドをされてる方々、しかも布ジャンルじゃない方々まで、やります、やってみますってしてくださったりとかっていうことで、私多分いろんな垣根をぶった切ってしまったんかもしれないって思った。いろんな垣根、作家さん同士の垣根あるかな、とか、販売している立場の人間とお客さんとの間の垣根とか、お仕事でしているこの環境とプライベートの垣根とかをもうぶった切ってしまって、助けてって言ったら、いろんな人が手伝ってくださって、なんか保っていないといけないかったのかわからない垣根みたいなのも、もしかしたら私全部もうマナーもへったくれもぶっ飛ばして、ぶった切ってしまったのかな。だから言うたら、この業界のタブーをなんか私犯したのかもしれないかな、わからない、今はわからない。でもおかげでなんか、おかげでっていうか、私の願いは、そう、こんな大変な時にそういうのってもう良くないかって思って、お客さんだから頼めないとか、同じ同業者だから頼めないとか、龍一さん、今回のはそれでいいのと思いますよ。この龍一さんだってさ、そうね、こんな時間に見てくれる、全然ね、いいでしょって思っ
ってるのと同時に思っていただいたから、思っていただいたから成立してる。だから皆さんもすごい。あ、恵子さん、私もそれでいいと思います。ありがとうございます。なんかでもちょっとこうミシンをこう進めながらね、こうやって縫ってる途中にこうダダ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 ってやってる時に、私何かの垣根保ってないといけない何かをぶった切ったのかな、誰かを傷つけたかなとか、不快な思いをしてる人がいるかもしれない。配慮が足りないから、もういつも分かるでしょ、私毎日毎日ごめんなさいでしょ、毎日毎日すいません会議でしょ、これ本当に。日々謝罪の日々成長 YouTuber 夫婦 今日は私 YouTuber そう、だからちょっとなんか私はしてはいけないことをしてるのかもしれない。だからもうしょうがない。こんな大変な時はもうお店屋さんだからとか、作家さん同士だからどうのとか、お客さんと販売者だからどうのとか、もっと言うとね、福井に住んでる、どこに住んでる関係ないわって私は思う。だからね、本当に皆さんもそれを思ってくださって、このマスク作りましたって言ってくださっている方々のところに飛んでいっていくと、いろんな方が作ってくださってる、お客さんとか、人生の大先輩だったりとか、お会いしたこともない、ご縁も今までなかった方とかのご縁があったりとか。でも今はね、商売とかプライドとか店のなんかとか積み上げてきたものとか、もうなんかペルトとしてはもうどうでもよくなった。なんかいろんな方に、作家がそれを無料で型紙配ってね、作家がそれを作り方まであんなに公開する、こんなことはないよみたいな風に言っていただいたりとかもして、あ、そうなんだって、ちょっと私バカだから、あ、そうなんだって言われて気づいたんですけど、でも今はね、そんな気取ってられないよと思った。なんかいっぱいコメント来た。さやかさん、割り切るしかない、前向きに行こう。そう、トシさん、ペルトさん、尊敬してます、とんでもない、友達みんな作ってます、ありがとう、ペルトさんのパターンすごい使いやすいって話してるんや、トシさんたちの技術だよ、それは、ありがとうございます、友達にもよろしく言ってください。オリーブさんは、誰も傷ついてないと思う、今回はみんな助かったし助け合えてる、そうかな、そうかな、だといいな。アキさん、私は憧れだったペルトさんと少し近づけた気がしてとても嬉しいです。とんでもない。憧れなんてとんでもない。ちょっと YouTube 見てきな。アキさん笑えるよ。私 YouTuber になったの。なったのっていうか。爆笑だからみんな。私の、なんていうの？スクショじゃないわ。サムネイルの顔が相当笑える 誰か編集して 憧れも吹っ飛ぶよ でも私も嬉しいんです。インスタの人たちとあまり交流こんな風になかったから、なかったっていうか、私ってどんな風に思われてるんかなとか、どうして皆さんフォローしてくださってるのかなとか、いいね押していただいてありがとう、私励ましていただいてるけど、こんなんかひどいでしょ、私更新が。イベント前になると1日に4回も5回も更新したりするので、うざ、ミュートとかね、ミュートして私うざいでしょって思ったりもしてたし、みんながどう思ってくださってるのかを知らずにいたので、私は今回こういうアクションを起こしてみたら、みんながあったかかった。すごくあったかかった。ちょっと待って、まさきさんの YouTuber。ね、チャンネル登録者数な6人だった。6。6人と私でやってくわっていう感じと、6人の人誰かわからんけどよろしね。ほんまボロクソだ。まあいいわ。でもね、なんか
誰かをもしかしたら傷つけてるかもしれないし、誰かを不快な思いにさせてるかもしれないけど、今はもう突き進みますわ。私はこれで突き進む。もうや、あの、ぶれない。ぶれないで突き進む。で、その報いなのかな、とかは、後でしっかりみんなの日常が取り戻った時に、その報い、罰みたいな、しっぺ返しみたいなものは、ちゃんと受けます。今は日常が戻ってくれればいい、それでいい。私はこのお店は本当にゼロからスタートして5年、もう今年6年になるのかな、なんですけど、このコロナが落ち着いて日常が取り戻った時に、私がもし何か全てを失ったとしても、もういいかなって思ってます。またゼロから私はやり直せる。スタートがゼロだったので、また同じゼロから始めればいいと思ってるし、今はいろんな人に迷惑かけて、いろんな人に力を借りて、いろんな人に協力していただいて、私から返すものが、どうやって返したらいいっていう、本当ありがとうをいっぱい思ってるので、と、これに対するしっぺ返しが飛んできても全然ウケるって思ってます。これもね、ディスりまくりのこれ。これの話もちょっとしよう。何、ちょっと待って、コメント読む。さやかさん、めっちゃ笑った。笑うでしょ。さやかさん、めっちゃ笑った。もうそのな、めっちゃ笑ったまま今日は寝な。本当に月曜日来るよ。きえ、おきえ、あ、おきえさん、ありがとう。また来てくれた。もうおきえさんも仕事やろ、明日。寝て寝て。トトロさん、こんばんは。え、ロコタンさん、チャンネル登録したよ。やめとけ。また白目の私が浮か、あの、アップロードされるよ。ああ、笑った。ルーサー、トミさん、こんばんは。トシさん、みんなありがたく思ってます。あ、いやいや、ありがたく思ってるのは私の方ですよ。まさきさん、どんまい。どんまいや、ほんとどんまいだわ。ゆきさん、こんばんは。夜中にありがとうございます。てか、また1時間経ちそう。やばい。私、言いたいこと全然言えてない。今日、なんか YouTube 爆笑でほとんど終わった。あかん、言いたいこといっぱいあるのに。あったのにな。とりあえず、どうしようかな。これ途中で落ちるぞ。でもなんか今日は、みんななんかコメントいっぱいくれて嬉しい。なんか喋りたかった。なんかずっと今日は一日いろんなことを思いながら、ミシンをずっとしていて、なんか誰か傷つけてないかなとか、私ちょっと感情的なとこがあるので、なんかね、どんな顔して聞いてくれてるんかな、みんなとか。 ね、ちょっといろいろ心配になりました。日々反省、日々成長。もう今日、昨日、一日ずつ私、本当に皆さんのおかげで成長させていただいてます。今日はとりあえず YouTuber です。あ？さやかさん、一応社会人6年目です。わー、すごい。一緒じゃないな。年が多分だいぶ違うぞ。ちょっと明日仕事じゃないのか、さやかさん。寝て寝て。なんか来た。けいこさん、私チャンネル登録しました。やめて。私は身内がマスクなくなったので、インスタグラムでいろんな作家さんの布マスク作られてるのを検索してたら、ある作家さんが普段公開しないんだけどと、型紙と作り方を公開してました。へえ、すごい。それをたくさんの方々が作りシェアしてました。へえ、そうなんや。それを見て私も作るようになりました。でもそれは普通の布マスク、それを作ってる時にいろんな疑問を持ちつつ作ってました。でもそんな時にまた、ペルト。
あ、途中になった。 あるあるやな。なんかそうそうそうなの。私この話もしたかった。ちょっと待って、落ちるよ。落ちるか。恵子さん仲間一緒なの。私もそう、私もそうじゃない、私はもっと悪。この話もしたい。ちょ、私何時から始めましたこれ。何時から始めたんだろう。あと5分ぐらいは喋れるかな。この話もしたい。私ね、これがすごい売れてたの、先月。委託先で。これがすごい売れてたし、2月のイベントの時もマスクありますか、マスクありますかって、これがすごく。トシさん、今度イベントでお会いしたら話しかけますね。ぜひ。どこの人だろう、トシさん。どこでもいいよ、どこでも行くから。話しかけて。合言葉は YouTuber。そう、そんな時に、たまたまベルトさんの画像とライブ配信を見ました。これだって。これ作んなきゃって。わあ、嬉しい。ありがとう、恵子さん。さやかさん、大丈夫です。お気遣いありがとうございます。あ、としさん、大野市？あ、ほんと。またよかったら。恵子さん、泣きながら見ました。ふー、ありがとう、恵子さん。そうなの。これが2月によく売れたの。これがよく。問い合わせがあったの。私これが微妙だなと思いながらも売ってしまいました。この自分を私は今地獄に落ちろって思ってます。あのね、ちょうど入学入園前シーズンってこれがうちのお店ではよく売れるんですよ。だからコロナのために売れてるのか、入学入園シーズンだから売れてるのかが微妙なラインで、私の中でこれをストップした方がいいのかなってちょっと思いながらも、問い合わせが多いので作って売り足したみたいな、またこの負の連鎖を私はしてしまってたんですね。で、この普通のガーゼマスク、これを流通させたらさせるほど、みんなの感染リスクが高まる、全体的に。ちょっと待って、この話私すごいしたいわ。一回落ちていいですか？これ自分から落ちていいですか？いいとこで止まっときたいの。YouTuber だから。ごめんなさい。一回ちょっと、のりこさんも多分視聴してくださったけど、一回落ちていいかな？すぐ私、インスタライブ始めるので、ごめんなさい。ちょっと1時間の枠が欲しいです。YouTuber の協力をしてください。1回落ちますね。また、続き聞きたい方だけ、もう夜遅いので、続き聞きたい方だけ。あ、待って、恵子さん。でも今もなお、他の作家さんはその布マスクを作り続けていて、紹介してシェアしてくださいねってなってる。それはそれで人できないけど悲しい。その話をしたいの、恵子さん。ちょっと私がそれをするわ。するわって偉そうやね。偉そうじゃない。私もそれを今言おうと思ってたんです。一回落ちます。よかったら次聞いてください。ごめんね、勝手に落ちます。すぐ上がります。